株式会社マルシンは、香川県北郡三木町に本社を置く、菓子製造、観光土産品の卸売を行う企業。四国全域と淡路島にある、高速道路の SAPA、空港、駅、土産品店などに観光土産品を卸している。四国4県の主要な観光地に観光土産品の総合卸事業を展開している。創業以来、 一時期を除き自社での食品製造は行っていなかったが、2016年2月に本社内に製菓工場を設立。以来、高瀬茶や、ナルト金時芋など四国の素材を使用した饅頭や、ダックワーズなどの菓子製造を行っている。香川県三豊市の高瀬茶を使用した蜜入りの饅頭。生地、あん、蜜の三層構造が特徴で、 原料の高瀬茶の茶葉はすべて一番茶を使用している。2020年10月に岡山放送、山陽放送、瀬戸内海放送の3局でテレビ CM を開始した。2019年より製造過程で割れたり、賞味期限が迫ったものなど分けありの菓子を販売するイベントを毎月第3土曜日に開催している。なお2020年12月時点では、 月曜から土曜までオフィス内で販売を行い、毎月第3土曜日を屋外開催のイベント日としている。2020年11月14日に高松市瀬戸内町の海町商店街にプリン専門店、マルシンプリン市場店をオープン。2021年6月時点ではマダガスカル産バニラビーンズを使用したバニラプリンとバニラアイスの2種類を販売している。なお、 期間限定で、夢タウンや、フジグランなどの大型ショッピングモールにも出店している。バニラプーリンは、1店舗で1日あたり1600個が完売することもある。ありがとうございます。